アメリカウエスト航空本部アメリカウエスト航空は、かつて存在していたアメリカ合衆国の航空会社。アリゾナ州天日に本部を持ち、アメリカの重主要航空会社の一つとされていた。2007年に US a i r w a y との統合で消滅。この航空会社は二つのハブ空港を維持していた。一つは、アリゾナ州フェニックス市のフェニックススカイハーバー国際空港と二つ目は、 ネバダ州ラスベガス市のマッカラン国際空港。ここはアメリカ国内で2番目に大きな格安航空会社である。アメリカウエスト航空はアメリカ、カナダ及びメキシコへお,およそ100路線に就航していた。ヨーロッパとハワイへの路線はコードシェアを活用してサービス提供していた。アメリカウエスト航空のボーイング737と アメリカウエストエクスプレスのビーチクラフト1900アメリカウエストエクスプレスはアメリカウエスト航空のためにメサ航空が運航していたコミューター及び地域路線の名称であるアメリカウエストエクスプレスの機材は43機で構成されていた CEO のエド・ボーベイズが3機のボーイング737型機をスカイフェニックスを拠点に1983年1月に 事業を開始した。この航空会社は13都市へ11機の737型機の運航。1983年後半にネバダ州ラスベガス市に2番目のハブ空港を設定するという急激な規模拡張を行い、1984年には21機の飛行機及び23都市への運航と成長した。1985年にアメリカウエスト航空は、 スカイハーバー国際空港に拡張できるゲートスペースがない状態にまで成長する。スカイハーバーの新しいターミナル4は1986年に承認されるが、追加されるゲートがターミナル4が完成する前に必要であると明白になり、臨時のコンコースがアメリカウエスト航空が使用するために6つのゲートが加えられた空港のターミナル三の南西の角に加えられる。その後、 フェニックス及びラスベガスからのローカルサービスのために相当数のデハビランドナッシュ8航空機を買収すると同時にノースウェスト航空がリパブリック航空から購入した後ノースウェスト航空から購入したボーイング757を主要機材とするなどこの航空会社の急成長は1986年以降も続いた百八十六年中にも増加した 航空機を利用して、ラスベガスからの夜行便の運航を始める。アメリカウエスト航空は、ホノルルから名古屋への国際線をボーイング747で運航していた。だが、経営難により運休し、ホノルル線で使用していた747を手放した。2005年、US Airways と経営統合。アメリカウエスト航空が、US Airways を、九州合併し、 US Airways の社名を継承した。2006年8月現在、便名は HP が使われているが、機材は塗装が US Airways になっているものが多い。機内紙も US Airways のものが使われており、アメリカウエスト色は表面上なくなってきているが、座席にはアメリカウエストのマークが残っている。なお、機内アナウンスでは、US Airways パーイテッドバイ、 アメリカウエストとアナウンスされていた。2007年、アメリカウエスト航空と US Airways は統合。これによって、アメリカウエスト航空の名前は消えたが、US Airways の ICAO コードとコールサインは、かつてのアメリカウエスト航空のものが引き継がれた。アメリカウエスト航空は、NBA のフェニックスサンズ、大リーグ野球の2001年、ワールドシリーズチャンピオンである、 アリゾナダイヤモンドバックス NFL のアリゾナカージナルスの販売促進パートナーである。1992年、アメリカウエスト航空はアメリカウエストアリーナとしてフェニックスサンズのホームコートの30年間の命名権にに600万ドルを支払う契約を行った。アメリカウエスト航空のエアバス A319 型、 キアメリカウエスト航空のボーイング757-200型、キ US エアウェイズとの統合後の保有機材及び、キ数は、US エアウェイズ保有機材、オールアウトスタンディング、アメリカウエスト、オーダーズはトランスファードツーザマージドエンティティ、US エアウェイズ。ありがとうございます。